こんにちは、日本ボディスタイリスト協会の大沢美希です。まず日本ボディスタイリスト協会とはどのような協会なのか簡単に説明させていただきたいと思います。日本ボディスタイリスト協会ではエステティックサロンなどの美容関連を含めた企業やサロンで活躍されている方々、もちろん一般の方々にも経験を問わず技術を提供し認定制度を設け育成している協会です。排出理論を中心に心と体を浄化するということを基本にし、リンパトリートメント技術、東洋医学の観点から排泄に関するツボなどを取り入れて美容学校などにも育成講師として指導させていただいています。そして毎日たくさんの方へ健康美容の応援をしています。どうしたら自分をもっときれいに見せられるのか、自分の気になっている体のパーツ変えたい、これは誰もが知りたいことですよね。特にバストの悩みに関しては他人に相談できず一人で悩んでしまいがちなケースが多いのが特徴だと思います。そして間違った方法などを試して失敗してしまうということも少なくないとは思うのです。今までバストアップ方法を試してもし失敗してしまったらとすれば、下記のことをお確かめください。まずバストアップがこう失敗してしまう理由としては、いろいろなこうバストアップを試す結果が出ないだったりとか、飽きっぽいからという理由で長続きしない、あとこう胸が成長しないのは遺伝だと諦めてしまう、このようなね壁にぶつかってしまいがちなんですね。でもしあなたがバストアップを成功させたいと思うのでしたら、正しい方法でリンパケアを行い、リンパを流して老廃物を排泄するということがとても重要になってくるんです。実はね、バストアップを成功させるためにはそれほど難しいことではないんですね。ただ単にやり方が違うだけなんです。もっと日常生活の中で無理なく簡単に実践できる方法があります。その方法とは、適切なリンパケア、陰陽ストレッチ、ツボの刺激、この3つが重要なんです。では実践にバストアップラボの一部をご紹介したいと思います。